SL 会議が見えてまいりました。本日はイルミネーション特別運行を実施しています。イルミネーション特別運行は SL 会議に乗りながら沿線のイルミネーションをご覧いただける列車となっております。また東武ワールドスクエアではライトアップ営業として閉園時間を延長して営業しており、園内のイルミネーションをより一層お楽しみいただきやすくなっております。この機会に SL 会議の加工から沿線のイルミネーションをお楽しみください。大変お待たせいたしました。SL 会議号の登場です。ここで一旦停止してから電車内へ入線です。SL 会議号、男子さん、男性さん、お疲れ様です。総武鉄道では、SL 会議号を見たら、手を抜いてくださいと、皆様にお願いをしています。ぜひ、手を振ってお出迎えをお願いします。SL 会議号が停車台を入線しますと、何度か席が慣れます。席の違いをお楽しみください。なお、席の音が大きいため、小さいお子さんが驚いてしまうことがあります。保護者の方は、特にご注意してください。なお、席が聞こえる距離は約 3km です。それでは、まもなく開店が始まります。運転を開始するときに聞くことができます。停車台では3回回転が停止します。その都度 SL 会議号が指摘を鳴らします。 SL 会議号が皆様の正面に止まればラッキーですね。ぜひお好きな角度で撮影をお楽しみください。です。車に例えるとアクセルを離すことです。動力による加速もブレーキによる減速もなく、 SL が惰性で走行している状態のことを蛇行運転と言います。 SL は石炭と水で動いております。 SL 体重量には石炭は約3トン、お水は約 7.5 トンまで積むことができます。SL のスタッフとは、風や時には雨や雪が入り、石炭を燃やしているとはいえ、相当な寒さになります。そんな時、スタッフさんたちに手を振っていただくと、寒さも忘れて元気になれると言っていました。ぜひ手を振って元気を分けてあげてください。ただいまの指摘は連結内部です。これから SL 体重は直車と連結をします。
その時に冷却ナイフを切ることができます。回転が終了しました。スエルタイム号は豊富台から出発します。これより19時28分発スエルタイム10号下今行き行きとして運行いたします。皆様も手を振ってお見送りお願いします。本日はお忙しい中 SL タイム号をご覧いただきありがとうございます。SL タイム号へのご乗車をお待ちしております。